最近、欧米の自動車業界が一気にガタついてるけど、その陰で大変なことになってるんだよね。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。工場閉鎖、リストラ、そして莫大な資金投入。現実は思っている以上に厳しいわ。そうなんだぜ。例えばフォルクスワーゲンなんかは、ドイツ国内で工場を3つも閉鎖する予定なんだ。何万人もの従業員が影響を受けるかもしれないっていう規模だし、メルセデスやポルシェも利益が半分以下に減ってしまっているんだよ。そこまで来ると、ただの一時的な不調ってレベルじゃないわね。じゃあ、各社が何をしようとしてるのか、具体的に見ていきましょうか。ルノーの従業員向けの株式配布とか、ウェイモのロボタクシー、さらにはヒョンデが水素洗車にまで手を出してるんだ。どれも現状を打開しようと必死だぜ。これはただの車産業の話じゃなくて、今の経済全体に波及してくる話だと思うわ。さあ、それじゃ問題の核心に迫っていくわよ。てなわけで今回は、EV で全てが水の泡、欧米自動車業界が崩壊寸前、フォルクスワーゲンが3工場閉鎖、数万人リストラの衝撃ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。おい霊夢、いよいよ欧州の自動車メーカーが追い詰められてるみたいだ。フォルクスワーゲン、ついにドイツで3つも工場を閉鎖しなきゃならないみたいだぜ。え、3つも？しかもドイツ国内で？それってフォルクスワーゲンにとってはかなり痛い話じゃないの？その通りだ。最初は2つの工場だけって報道されてたけど、どうやら売上も利益も、落ち込んでて、徹底的なコストカットをせざるを得ないみたいだな。だから、他のヨーロッパ拠点も縮小して、何万人もの従業員が影響を受けるかもしれないってわけだ。つまり、ヨーロッパ全体で製造規模を小さくしようってことか。でも、フォルクスワーゲンだけが困ってるわけじゃなさそうよね。その通りで、メルセデスベンツも悲惨な決算報告を出してる。販売台数が前の年より 3.4% 減って、60万台に届かないくらい。売上は 7% ダウン、さらに利益は 50% 以上もガタ落ちだぜ。50% 以上の減少？それってもはや、利益とは言えないんじゃない？そんなに下がるなんて、何が原因なの？どうも市場全体が冷え込んでて、高級車ですら売れ行きが厳しいみたいだな。それでメルセデスの CFO も、さらにコスト削減を進める、とコメントしてるんだ。でも、実際どこまで削れるかは微妙だよな。そういうことか。どんだけ削れるかって話よね。ポルシェも似たような状況にあるんでしょ？ポルシェも同じで、年初から第3四半期までの販売台数が 7% 減少してて、営業利益も 26% ダウン。純利益は 30% 近く落ち込んでるらしい。ふーん、そんなに影響を受けるとは。でも、中国での販売が減ったからディーラーを閉鎖する計画もあるって聞いたけど、それでもまだ。利益はしっかり確保してる。って強気みたいね。そこがポルシェの粘り強さってとこかもしれないな。年間の利益見通しも、よっぽど悪化しない限り維持できるって言ってるし。でも、なんか楽観的すぎる気もするよね。そして霊夢、ルノーがまた面白いこと始めたぜ。従業員に無料で株式を配布して、最終的に会社の 10% を従業員が持つのを目指してるんだってさ。へえ、それってつまり、会社の一部を社員に渡して、みんなでルノーを盛り上げようって感じかな？そんなところだな。今回の取り組みで、9万3000人以上の従業員が対象で、なんと、30カ国にまたがって7株ずつ無料で配布されたそうだ。それに、30% 割引で追加購入もできる仕組みになってて、4万6000人近くが実際に追加購入したんだよ。なんだか壮大な計画ね。社員も会社に対して愛着湧きそう。それで、追加購入の結果はどうだったの？合計で3110万ユーロ、つまり結構な金額が集まったらしい。これでルノーの従業員は会社の約 6% の株を持ってることになるんだぜ。6% か。まだ 10% には届かないけど、ちょっとずつ進んでるって感じね。でも、こういう従業員向けの株式配布って他の会社もやってるの？実はステランティスも似たようなプログラムをやってるんだ。従業員に株を持たせることで、会社と社員の一体感を高めたいって狙いだな。なるほどね。会社と社員が、運命共同体みたいな関係になるってわけね。さらに霊夢、ウェイモが56億ドルも資金を調達したらしいぞ。しかも、そのほとんどが親会社のアルファベットからの資金だってさ。へえ、親会社がほとんど出してるのか。アルファベットって本当に資金力すごいわよね。外部の出資はどれくらい？6億ドルくらいが外部からで、残りの50億ドルはアルファベットからだ。ウェイモは今、フェニックスとサンフランシスコで650台ほどのロボタクシーを運営してるんだが、1週間で10万回のライドが有料で行われてるんだってさ。10万回。
ロボタクシーがそこまで利用されてるってこと？未来感あるわね。次はどこで展開予定なの？来年初めにテキサス州オースティンとロサンゼルスでの展開を計画してるみたいだ。さら2年後半にはジョージア州アトランタにも進出するつもりらしい。アメリカのいろんな州に広がるのね。でも、その前に EV バッテリーとかサプライチェーンも強化して、置かないと、どんどん需要に追いつかなくなるんじゃない？まさにそれ。アメリカもバッテリー供給の国内体制を強化してるんだ。エネルギー省がリチウムイオンバッテリーの電解質を生産するアンソロエナジーに、約2500万ドルの助成金を出して、ケンタッキー州のルイビルにある工場を改装する予定なんだよ。それで電解質ってのは、バッテリーのどこに使われてるの？電解質はバッテリー内でイオンを電極間で移動させる役割をしてるんだ。これがないと、電気の流れがスムーズにいかなくなるわけだな。アンソロエナジーは年間1万2000メートルトンの電解質を生産する米国初の大規模施設を目指してるらしい。なるほど、確かにバッテリー製造が追いつかないと EV の普及も難しいものね。でも、ヒョンデも面白い車作ってるって聞いたけど。そうなんだ。ヒョンデが、ローリングラボっていうテスト車両で、モータースポーツ技術を市販車に取り入れる試みをしてる。最新モデルは、RN24 で、約640馬力のデュアルモーターを搭載した。EV で、ラリー仕様のダンパーとロールケージも備えた車両なんだよ。それってもう市販されてるの？結構すごいスペックだけど。いや、これ自体は市販されてないけど、いくつかの技術が市販モデルに応用されてるらしい。ヒョンデがパフォーマンス EV でどこを目指してるのか、ある意味方向性が見えてきた感じだな。さて、ヒョンデの GOEN には、アクティブサウンドシステムっていう認知機能があるんだ。これ、ドライバーの操作に合わせて車のエンジン音をシミュレートしてくれるんだよ。ふーん、でもさ、EV なのにエンジン音っているの？ちょっと不思議な感じもするけど。そうだよな。実際、日常運転にはそこまで意味はないかもしれない。ただ、ジョンっていうテストドライバーが言うには、本気で走る時には良いフィードバックになるらしいぜ。つまり、走ってる時の、乗りを楽しむにはいいってことか。でもそれ、外の人にも聞かせられるの？実はその通りで、ヒョンデは車外の人にも同じ体験を提供しようとしてる。RN24 にはサイドスピーカーが2つついてて、リアフェンダーは音を外に、投射する、サウンドボックスみたいなデザインになってるんだよ。まるでコンサートみたいね。車の中だけじゃなくて、周りにもエンジン音を響かせるって、なかなか派手じゃない？そうだな。ヒョンデ、どうも目立つのが好きみたいだな。さて、次はヒョンデロドムについてだが、この会社は軍用や、産業用機器を作ってて、最近、水素で動く戦車も発表したんだ。水素で動く戦車？環境に優しい感じなのかしら。でも、戦車って普通の車より要求されるパワーが高いでしょ？その通りだ。K2 戦車を改良して、水素燃料電池とバッテリーパックを、搭載してるんだけど、それによって静かで加速もスムーズなんだ。それに、低い熱信号で敵の熱追尾型兵器から逃れることもできるってわけだ。なるほど、静かでステルス性も高い戦車ってことね。加えて、自動運転機能やリモートドローンも装備されてるって、まさに未来の兵器ね。そう、韓国の防衛省と協力して開発してるらしい。2040年の導入を目指してるとか。未来の戦場ではこんな戦車が当たり前になってくるのかもな。ちょっと想像できない世界ね。技術の進化ってすごいわ。さてさて、今回の話に対する海外のユーザーはどのように反応してたのかをチェックしてみるわよ。いやー、フォルクスワーゲンもいろいろ大変だからな。コメントもすごいことになってるぞ。じゃあ、早速行くわよ。最初は、自動車メーカーは、もう少し手の届く値段で車を売った方がいい。ゴルフですら4万ユーロ超えだもん。だって、4万ユーロって、日本円だと約600万円だぞ。普通の人にとっては高すぎるよな。他にも、CEO や役員はどれだけポケットに入れてるんだ？ってコメントもあるわね。利益は社員にも還元してほしいってことかしら。経営陣の給料カットして、車の価格に反映しろって意見、よく見るよな。フォルクスワーゲンの株主が中国での売上で利益を上げたのは重要だろ？ってコメントもあるわね。売上が高い時期もあったけど、今は苦戦中よね。その上で、新しいブランドを立ち上げる余裕があるのか？って心配する声もあるな。閉鎖する工場が増えると、サプライヤーも連鎖して閉鎖する。提言もあったわ。影響が広がるのは確実よね。テスラみたいに縦割り構造と直販でやった方がいいって声もあるな。フォルクスワーゲンは今のビジネスモデルで大丈夫なのかってことだ。お次は、コスト削減よりも、もっといい車を作ってほしい。だって、確かに、品質が上がれば自然に売れるわよね。コメントで、EV にスピーカーでエンジン音を出すとか、ダサすぎ。提言もあるぞ。
リアルさを出したいんだろうけど、これは賛否が分かれるみたいだ。それから、配られた株が安値で買えるチャンスでもない限り魅力ない。で、まあ、将来性に不安がある株ってことかしら。あとは、ドイツ社のメンテ費用が高すぎるって不満も多いな。コメントには、維持費が高いからテスラに変えた。って人もいたぞ。ドイツは今、エネルギー問題もあるみたいね。原発閉鎖して、今は石炭で賄ってるとか、ドイツ経済も不安定なのかも。お次は、フォルクスワーゲンは80年代の英国自動車産業と同じ運命か。で、長年のディーゼル依存が今の危機に繋がったんじゃないかってことか。ヘルベルト・ディースを解任したのが間違いだった。って声もあったね。彼が EV の先見性を持ってたのに、結局その後遅れを取ったって指摘ね。そして、今後 EV の普及が進む中で、アイス内燃機関市場は縮小する。提言も多い。これが自動車業界の未来にどう影響するか、みんな心配してるな。昔のフォルクスワーゲンは手頃で信頼性があったのに、今は高い上に信頼性も微妙。っていう厳しいコメントもあったわ。テスラの業績を見ると、他のメーカーが苦戦するのも納得。で、電動化に乗り遅れたツケが回ってるのかもな。それから、株式を従業員に配るのは、将来価値が下がることへの兆候かも。で、これはちょっと不安よね。中国市場での欧州車の人気が落ちてるって話も多かったな。特に、中国車が安価で性能もいいから、どんどんシェアを奪われてるってことだ。EV の静かさが魅力なのに、音をつけるのはちょっと。で、確かに静かさは EV の特徴だもんね。テスラはこの期間で利益率を上げてるのに。って驚きの声も、どうやってそんなに効率を上げられるのか、みんな興味津々みたいだな。フォルクスワーゲンのスカウトブランドに全力投入しないと。ってコメントもあるわ。新しいことに挑戦するのも大事よね。それから、アメリカ市場では ID バズが高額すぎて売れないって不満も出てるな。もう少し手頃な EV を出せないのかって声が多い。ウェイモについてのコメントもちらほらあったわね。ロサンゼルスで見かけたって人もいるし、将来性が不安視されてる意見もあったわ。最後に、今のアイス業界の崩壊をリアルタイムで見ているようだ。提言で締めくくろうか。EV の台頭で業界全体がどう変わっていくのか、注目だな。今日のコメント、面白かったね。フォルクスワーゲンのこれからの行方、私たちも目が離せないわ。そして、別の海外の専門家が語っていたフォルクスワーゲンの話を紹介する。あら、どんな話？いや、フォルクスワーゲングループについて不公平なこと言ってる。とか、企業の肩を持つ人間だ。って、私に批判してる人たちがいるんだな。それって、まさかフォルクスワーゲンファンたちが？ファンって、時々現実を見たがらないことあるもんね。そう、まさにその通りだ。フォルクスワーゲングループに肩入れしてるせいか、感情的に。そんなことは事実じゃない。って反発してくるわけだな。でも、実際には、私が言ったより状況はかなり厳しいんだ。そんなにヤバいのか。でもさ、フォルクスワーゲンって世界的にはかなり大きな会社じゃない？そのフォルクスワーゲンが、危機的状況って、どんなデータがあるの？いい質問だぜ。実はな、フォルクスワーゲンが抱える一番の問題は、中国市場だ。フォルクスワーゲンは長年中国で大成功を収めてきたけど、ここ数年は売り上げがどんどん下がってるんだよ。具体的には、市場シェアがピーク時のほぼ半分になってるんだ。あれ？それってかなり深刻なことなんじゃ。フォルクスワーゲンの稼ぎの半分くらいは中国から来てるって話も聞いたけど？そうなんだよ。まさにそれが問題。フォルクスワーゲンの世界的な利益の約 50% は中国市場から得ているんだ。つまり、ここでの売り上げが減ると、全体の利益が大打撃を受けるってわけさ。そんな重要な市場でシェアが半分に。そりゃ、会社にとっては頭抱えたくなる事態だね。しかも、世の中はコン EV ブームじゃん。フォルクスワーゲンもそこには力を入れてるの？いやあ、それが、EV に関しても問題続きなんだ。今年の世界的な電気自動車の販売は 31% も、増えてるらしいんだけど、フォルクスワーゲンはその逆で 10% も減少してるんだ。え、31% 増えてるのに、フォルクスワーゲンは 10% も減少？逆走してるじゃん。なんでそんなことに？それが、フォルクスワーゲンの EV 戦略がうまくいってない証拠なんだよな。いろいろと計画は立ててるみたいだが、例えば、アメリカで EV の生産ラインを作るために大金を、かけて、テネシー州のチャタヌーガ工場で、ID4 っていう EV を製造し始めたんだよ。ああ、アメリカで専用の生産ラインを設けるって、それ相当の投資だよね。でも、アメリカでの販売はどうなの？それがな、マネージャーマガジンによると、今年の ID4 の、
アメリカでの販売は、予想の 80% 以上も少ないらしいんだ。80% 以上も、ほとんど売れてないってことじゃん。実はな、フォルクスワーゲンの今年の第一四半期、アメリカで売れたのはたったの1万6000台なんだよ。え？たったの1万6000台？それってほとんど売れてないのと同じじゃない？そうなんだよ。しかも、今年の最初の3ヶ月でフォルクスワーゲングループの利益が、20% も減少してて、さらに今年中に配達が約 10% 減る見込みなんだ。配達が減ると利益もますます減るってことか。その通りだな。今年残りの期間でさらに 20% の利益減が予測されてて、年末までには全体で 30-40% 減少するとも言われてるんだぜ。それ、さすがにシャレになってないね。感情的な批判とかじゃなくて、純粋にデータが悪化してるんだ。ああ、実際にそうなんだ。俺もフォルクスワーゲンってブランド自体は好きなんだけどな。ただ今の状態が、どうしようもないくらいヤバいから現実を伝えてるだけなんだ。フォルクスワーゲンファンにはちょっと耳が痛いかもだけど、これは知っておいた方がいい話だね。それで、EV の状況はどうなってるの？第3四半期のデータを見ると、前年同期比で 10% も EV の配達が減少しているんだよ。しかも、需要そのものが減ってるんじゃなくて、フォルクスワーゲン自体への需要が落ちてる。EV の市場自体は盛り上がってるのに、フォルクスワーゲンだけが取り残されてるってことか。そうなんだ。例えば、ポルシェの体感って EV もかなり良い車で、実際に俺も、乗ってみたんだが、今年は世界販売が 50% も減ってるんだ。半減って、それもまた極端だね。ポルシェのブランド力でもカバーできない状況か。電動化の流れと中国自動車業界の急成長で、北米やヨーロッパの自動車メーカーはかなり苦しい状況に追い込まれてるんだよな。それは、なんとなくニュースでも見るけど、具体的にはどんな感じなの？例えば、ヨーロッパ最大の自動車メーカーである、フォルクスワーゲンが、ドイツにある主要工場を閉鎖するって発表したんだ。コスト削減のためだが、これで中国勢と少しでも競争しやすくする狙いがあるんだな。うわ、工場閉鎖ってことは、もう相当追い詰められてるのか。フォルクスワーゲンって中国でも頑張ってるはずなのに、そっちもダメ？そうなんだよ。実は中国の EV 工場や自動車工場でも閉鎖が進んでて、もう後戻りできないレベルに達してるみたいだ。そんなに深刻なんだ。でも、競争が激しいのは EV だけじゃなくて、ガソリン車もやられてるってこと？その通り、EV の競争だけじゃなくて、内燃機関車両も売り上げが落ちてて、フォルクスワーゲングループ全体でダメージが出てるんだ。ポルシェ、アウディ、シコダとかも中国での販売がガクッと落ち込んでる。中国で売れてないのはやっぱり価格？それとも車自体があまりパッとしないとか？そうだな。根本的な問題は中国の電気自動車が安くて性能も優れてるってところにあるんだよな。正直、フォルクスワーゲンの EV には、これだ。って言えるほどの魅力がないんだ。ふむふむ、具体的にはどこが足りないの？例えば、他のメーカーが出してる、クラス最高の航続距離とか、パワー、充電速度なんかで、フォルクスワーゲンはトップ5にすら入れてないんだ。ソフトウェアに至ってもいまいちでね。どの分野でも目立てないから、消費者の目にとどまらないってわけだ。フォルクスワーゲンの電気自動車には、正直なところ目立った魅力がないんだよな。これが業界全体が電動化に向かっている中で、フォルクスワーゲンにとってはかなり致命的な問題になってる。電動化が進むと、ますます厳しくなるってことか。中国市場での売り上げもガタ落ちしてるんでしょ？そうなんだよ。フォルクスワーゲンはこれまで中国での内燃機関車両の売り上げで、財政を支えてきたんだけど、その柱が崩れてきてるんだ。アウディやポルシェも含めて、フォルクスワーングループ全体が、中国市場で急速にシェアを失って、多額の損失を抱えてる状況だ。そこまで深刻だとは。しかも、他のドイツメーカーも同じような状況って話だよね。ああ、メルセデスベンツや BMW も中国での需要減に悩んでるらしい。例えば、ポルシェなんて2024年の上半期だけで販売が 33% も減少してるんだ。ディーラーまで親会社を訴えてるって言うんだから、もう普通の危機じゃないぜ。え、ディーラーが親会社を訴えるほどって、なんか想像を超える話になってきたね。そうだろう？それでもまだ俺が、フォルクスワーゲンのシルだ、とかいう奴がいるなら、一度これを聞いてもらいたいぜ。フォルクスワーゲンの CFO が、会社は火事の中にいる。財政危機にある。って言ってるくらいなんだからな。CFO 自らがそんな発言を、ビジネスが、病んでるって。そんな直接的な表現まで使うって、かなり切迫してるね。まさにその通りだ。特に中国では、国内ブランドが価格も性能も優れた EV をどんどん出してきてて、
フォルクスワーゲンは競争に全く太刀打ちできてない状況なんだよ。フォルクスワーゲンもただ手をこまねいてるわけじゃなくてな、なんとか中国での損失を抑えるために、現地メーカーの、シャオペンと提携したり、新しい若者向けの EV ブランド、ID ブランドアニックスを立ち上げたりしてるんだ。おう、結構いろいろ動いてるんだね。でも、それで本当に巻き返せるのか？それが難しいんだよな。というのも、今の自動車業界って全体的に成長どころか縮小の方向に進んでて、自動運転車の普及で、これから15年で業界全体が 50% 縮小するって予想されてるんだ。え、業界が半分に縮む？それじゃ、どれだけ頑張っても競争がますます厳しくなるってことか。まさにそれだよ。しかも、中国の自動車メーカーって強引でな。競争相手を追い出すためなら、赤字でもしばらく販売し続ける覚悟があるらしいんだ。BYD なんて、内燃機関車のメーカーを中国から完全に排除する目標まで掲げてるんだぜ。赤字でも売り続けるとか、根性というか、やる気が違うね。フォルクスワーゲンも本当に危うい立場ってことね。実際、多くのアナリストは、もしフォルクスワーゲンが中国市場から、撤退したら、グループ全体の売上が 30-40% も減少すると予測してるんだ。だけど、フォルクスワーゲンは2000億ドルもの負債を抱えてるからな。このまま 50% の利益を失ったら想像するだけで恐ろしいよ。確かにそれは絶望的な状況だね。市場が縮小する上に、中国勢が強すぎるとなると、フォルクスワーゲンにはもはや逃げ場がないような。そうなんだ。それにドイツ市場も安心とは言えないんだぜ。中国メーカーがドイツに EV を次々と投入し始めてて、さらにテスラの新型モデル Y が出る予定なんだ。あのモデル Y か。テスラの新型って、確か効率と価格がすごく良いって評判だよね。それが数ヶ月以内にドイツ市場に投入されるとしたら、フォルクスワーゲンの EV なんてますます苦戦しそうじゃない？ああ、テスラのモデル Y が登場すれば、フォルクスワーゲンの EV が見劣りしてしまう可能性は高いよ。効率や価格で勝てなければ、消費者に選んでもらえないからな。さて、じゃあフォルクスワーゲンはどうすればいいのかって話になるよな。もはや価格を下げて、利益ゼロ覚悟で事業を再構築するしかないかもしれない。でも、巨大な企業であるフォルクスワーゲンが、そんな大幅な方向転換なんてできるのか？ちょっと無理がある気がするけど。その通りだぜ。まるで巨大なタイタニックが氷山に向かって突っ込んでるような状況だ。今年も当初は 3% の売上増加を見込んでたけど、9月27日に発表された予測では、昨年の930万台から約900万台に落ち込むって見通しになったんだ。売上台数が減るってことは、当然利益も減るよね。で、今どれくらいまで下がるって？今の予測だと営業利益率は、もともと低い 7% から 5% まで落ち込むって言われてる。これは数十年ぶりの低水準だぜ。数十年ぶり。老舗のフォルクスワーゲンでも、先が見えないレベルなんだね。中国の車産業の成長や、テスラの EV がどんどん改良されて価格も下がってるし、老舗メーカーには辛い時代だね。そう、まさにそれが問題なんだ。古くからあるメーカーって、従来のビジネスモデルを抱えたまま、新しいモデルと競争しなきゃならない。フォルクスワーゲンが生き残るためには、工場閉鎖や雇用削減といった、大規模なコスト削減と、ビジネスモデルの簡素化が求められてるんだ。工場閉鎖に雇用削減って、まさに企業存続をかけた選択肢だね。でも、そんな決断を下すのはそう簡単じゃなさそう。ああ、フォルクスワーゲンは労働組合が強力でな。多くの決定権は組合が持ってるんだ。実際、前の CEO が解任されたのも組合の影響だって言われてるし、今の CEO の、オリバー・ブルームも、ドイツ国内での雇用削減の可能性をめぐって組合と対立してる。労働組合が影響力を持つと、会社の方向転換も簡単には進まないわけだ。でも、このままじゃ本当にフォルクスワーゲンは氷山に突っ込んじゃうね。そうなんだよな。舵を切ろうとしてるけど、それが間に合うかどうかは正直わからないってところだな。皆さんはこのフォルクスワーゲン、ドイツの3工場を閉鎖へ、ポルシェとメルセデスの数字は良くないについてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。